なるほど。だとすると、どこがいいかな。ああ、なるほど。まあ、名古屋名物といったら手羽先も、まあ一つなんだけど、でも屋台はさすがにリラックスできないから、世界の山ちゃんかな？クラブエデンはないでしょ。世界の山ちゃんだ。うん。さあ、それじゃご案内しますよ。また俺についてきてください。で、ここに来たね。いやー、食べてえなー、俺も。何度も言うけど。うん。ここなんてどうですかね。名古屋ならではの手羽先が食べられますし、もちろん酒もいけますよ。ワンダホー達夫、パーフェクトよ。素晴らしいです。お、これ正解だね。よかったー。さ、それじゃあパパ。なんかおかしいな、パパって。そんなに時間はないけど、存分に楽しもう。ふふ、私も日本の酒は久しぶりです。今日は酔っちゃうかもしれません。なんかめんどくせえな。酔うとめんどくせえだろ。違和感しかねえわ、もう。周りの客迷惑だろ、これ。こんなの隣に座ってたら。おお、やっぱり日本の酒はデリシャス。手羽先もグッドですね。まだ食べ、もう食べたの？ バカ言ったばっかりなんだけど。同感だね、パパ。だけど、飲みすぎないようにして、あんまり酔いすぎると歌詞が浮かばなくなるよ。まあ、いいじゃないですか。今夜はお忍びで来てるでしょ？たまには羽目を外さなきゃ。達夫、いいこと言います。ウェル、ワンボー乾杯しましょう。達夫、何に乾杯するですか？ん？もちろんダディパパに乾杯を。あなたの瞳に乾杯。 うわ、目見えてないからね、サングラスだし。コンブドレスに乾杯しましょう。いや、ダディパパかな。それならもちろんダディパパに乾杯よ。いいですね。私もそうしたかったところですよ。後出しじゃんけんはやめろ。おう、感激です、2人とも。アメリカから遠く離れたこの名古屋の店で、ナイスガイ2人からの乾杯を受ける。ふふ、ヤングだった私からは想像はできない、アメージングな生活です。うん、アメージングね。品田さん、彼女は昔、ウェイトレスで生計を立てながら、一人で何千曲という歌を作ってきたんですよ。そうなんだ。何千曲？あの頃は、ポエムは書けないとき、なかなか、なかったです。お。当時、私は、オールウェイズ、自分をちっぽけな虫けらだと思ってました。そして、日々、サク先生のハングリーに、駆り立てられていたのです。今、この私を駆り立てるのは失敗への転落する恐怖。私は毎朝鏡をルックしては、蝶に生まれ変わったはずの自分がまた虫けらに戻っているのではないかと、顔面ブルーになるんです。 なるほど、苦労してるなあ、あんたも。けどこれはいい兆候ですよ、品田さん。パパは今、自分の弱さを我々に見せられるほどにリラックスしてます。 酔っちゃってんのかな。このままいけば歌詞を作れないスランプを抜け出せるかもしれませんね。で、そういえば達夫は本当に私のソングを聞いたことはないのですか？まあそうだけど。ああ、そういう人は今の我々にとっては貴重な存在です。もうパパを知らない人は滅多に見つかりませんから。隣に座ってる人も知らなそう。俺は生活に余裕がないもんでね、なかなか音楽にまで手が回らないんですよ。オッケー、オッケー。別に責めてるわけじゃないのです。ただ、私を知らない一般ピープルは 珍しいですから。ウェル、タツオ、ユーから見て、私はどんな感じのソングを歌うシンガーに見えますか？あんたがどんな歌を歌うか。そうだな。弱い人たちへの応援歌。反社会的なロック。 優しい癒しの歌。いやー、ロックも歌ってそうなんだけど、弱い人たちへの応援ソングかな。自分に自信を持てないような人たちを奮い立たせるようなね。なるほど、そういうふうに見えましたか。驚きです、タツオ。ほとんど当たってます。ほとんど？ 本当？
私もかつて弱い一般ピープルだったから、だからこそそういった人々への応援歌を歌うのです。この昆布ドレスを見ても分かるように、私は異端児。こういうストロングすぎる個性は社会に受け入れられないことがメニータイム、But 私はこのままの自分で、社会的なサクセスを収めました。私は異端の人間が必ずしも社会に認められなくもないという一つのモデルケースなのです。だから私の姿を見て、私のソングを聴いて、自分に自信を持てない人が勇気を持てるようになれば、そこに私のソングの価値があるのです。ふふ、品田さん、私はこんなに率直なパパを見たことありませんよ。日本の酒が酔いが進みやすいようですね。なるほど、酔っ払ってんのが、お、大丈夫か。おっと、まずいな、そろそろ行かないと。パパもかなり飲みすぎなようです。すみませんが、品田さん、財布を渡しておきますので支払いをお願いします。私はパパを外の風に当てておきますから。へえ。で、これで仕事完了かな。ん、パパたちはどこだ。パパたち。お、大丈夫か。俺は、え、なんか、何があった？ちょっと、松野さん、どうした？品田さん、パパが、さらわれた。なんだって？誰に？あいつか？あいつが、一味の一人だ。何？おい！おい、ちょっと待って！逃げんのかよ。え、チェイスバトル？なんなんだよ、これ。お前ら、パパをどこにやった。パパを返せ、クソ野郎。おい、どこにやったんだ。おい、止まれ。いや、通行人が邪魔なんだけど。じゃあビールの瓶を拾って、お前、止まれっつってんだろ。なんだよ、おい、うるわ。ん、あとちょっと。お、急に加速したした。おい、止まれ、お前、止まれ。止まれっつってんだろ、クソ野郎。勘弁しろ。マジで、パパがさらわれた。この野郎、ダディパパ誘拐したな。彼女どこにやった。え、うぐ、達夫、ヘルプ、助けて。お、ヤクザか、誘拐犯の男。お前はダディパパの警備か。お、何人か来たな。お前らこそなんだ、いいから彼女を離せ。そうはいかん、これだけのオースターだ。一生遊べるような見下ろし金が手に入る。タツオ、お、銃持ってるこの野郎。ははそんなもんちらつかせてどうするつもり。俺たちの顔を見た以上、こっから生きて返すわけにはいかねえんだよ。なーに、物騒だな。周り普通に一般人が歩いてんのによ。しょうがねえな、一丁やるか。誘拐犯。まずはこの銃持ってるやつからやろう。お前、お、うら、おい、そして、銃を手に入れて。撃つぞ、熟練度アップ。よっしゃ。お、なかなか硬いな、こいつら。あんまり減ってなくない、体力。どんどん来てんだけど。おいおい、いや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 、全然だな、体力が。いや、ちょちょちょ、離せ、クソ野郎。いてててて、ちょっと食事の効果切れたんだけど。お前どうしてくれんだよ。どうしようかな、もうこれにしようよ、桜吹雪。これ桜の花びらがね、舞い落ちるんだよ。おい、お、小野さんか。おい、何お前、今の動き何、チャイニーズカンフか。おい、もう一丁。この刀はマジでかっこいいな。おい、なんだよ、うん、立てよ、クソ野郎。死ね。パパを返せ。
カツオ、無事、怪我はないですか？ああ、俺なら大丈夫。そっちこそ無事だった？ Yes! あなたのおかげ、サンクス、タツオ。ありがとうございました。シナラさん、まさかこんな時代になってしまうとは、私のミスです。本当に申し訳ない。いや、まあ、100万の仕事にしては、なんだか、ラグすぎると思ってたんだよね。確かに、100万。ふふ、今となっては、少なすぎたかもしれませんが、約束の報酬です。え、本当に100万の？いやいや、4000円。なんなんだよ。話しげえじゃねえかよ。費用100万ともなると、すっしりくるね。で、あれ、4000円？なんで、100万じゃないの？え、私は100万円とは一言も言っておりません。100万と言ったのは、100万ベトナムドンの頃です。ふざけんじゃねえ。お前ぶん殴るぞ。ベトナムドン？はい。平均レートで言うと、250ベトナムドンで大体1円になる計算です。つまり、100万ベトナムドンだと、4000円です。お前。4000円です。何度も言うな、もういいから。くそ。同じこと言ってる。何度も言わなくていいよ、もう。なんだよ、くそ、騙された。ふふふ。1時間の100万円なんて、そんな都合のいい話、あるわけないでしょ。いや、金持ってんだろ、お前ら。相変わらず、待つのは、ケチですね。私もマネーは持ってないし。ウェル、達夫。よかったら、これも受け取ってください。何？お、サインもらった。なんだなんだ。ユーは命の恩人です。恩人です、タツオ。私のために命がけでファイトしてくれました。このサインを売れば結構なマネーになるはず。お、そうなんだ。これで、トゥデイは許してください。ありがとうよ。まあいいさ。世界の歌姫とご一緒できて、俺も結構楽しかったし、手羽先も食えたしね。タツオ。私、さっきのメンズたちにさらわれたとき、なぜ自分がこんな目に遭わなきゃならないのって、ずっとそう思ってました。トップアーティストとして、私はオンリーワンの存在。それが、こんなデンジャラスな目に遭って死ぬかもしれないなんて理不尽だと。でも、それは、私の間違いでした。私はいつの間にか自分がスペシャルな存在になったと思い上がっていたのです。どんなにトップアーティストだと言ったところで死ぬ時を選ぶことはできないし、結局人が向けば私も一般ピープル。ほう。そしてあなたのファイトを見てこう思いました。一般ピープルが勇気を出す姿こそ弱い人々に希望を与える応援歌になるのだと。今までの私のような上から目線で弱い人たちへの応援歌なんで、そんなポエムが書けるわけがなかったのです。それを教えてくれたのは、タツオ、紛れもなくあなたです。それじゃ、有意義な日、来日になったのかな？ Of course! これでいいポエムも曲も浮かびそうです。今後も日本に来るときは、またガイドをプリーズ。わかったよ。ただし、その時は、1000万ベトナムドンは支払ってもらうからな。1000万だったら、4万円か。オッケー、グッバイ、タツオ。アメリカに戻っても、言うようなことは、ネバー忘れません。いやー、ちょっと長かったけど、このサブストーリー。まあ、面白かったし、いい話だね。ダディパパっていうのはダサいけど。パパも怪我はなかったようだし、よかったかな。よかったね。お？ダディパパのサイン。質屋で売れば、5万円になるんだね。すげえ。たっけえな。いや、こういうのね、所持品の中に入っててもしょうがないから、売っちゃおう、売っちゃおう。すげえ。いやー。来てみるもんだね。パパのサイン打った。いやーよかったね。で、ちょっと一個カットしたんだけど、もう一個サブストーリーね、カットしちゃいました。というわけで、品田編のサブストーリーも、コンプリート。ということで、事務局からメールを送られてきて、記念に景品を用意させていただきました。ということで、まあ、気が向いたらコンビニでも行こうかな。まあ僕の中でそこまで面白くない
サブストーリーだと思ってるんで、カットしちゃったんだけどね。宣教活動みたいなやつで。じゃあ残りは IF8 の南田さん本人来てんのかな。あのマシン行って、この金芸町の最後の修行終わらせて、いよいよカムル町に向かうということで。ここか、この中か。はい。本人いないな。あれ、人多くね、ここ。なになに、トイレかこれは。なんでこんなとこにいるんだ。そこの兄さん、 IF8 プレイしませんか。 IF8？ そう、 IF8 今新しく開発したゲームマシンのテストプレイヤーを探してるんです。ぜひプレイしてもらいたいのですが。いや、その前にこれはどんなゲームなの。そうですね、少し説明しましょう。 IF8 は奇才ドクター南田が開発したアーケードマシンインナーファイターの最新作なのです。ちなみに私はドクター南田の助手をやっております。ドクター南田。そしてこれが最新のインナーファイター、その名もインナーファイター8ロードバトル、略して IF8 です。IF8 は奇才ドクター南田が作り出した驚異のアーケードマシンなのです。ですが IF8 はまだ未完成、実際にプレイして完成のためのデータ収集に協力してくれる方を探してるのですが、いかがですか。 IF8 をプレイしていきますか。まあ1万円払えばプレイできるというマシンなんだけど、ではプレイするステージを選んでください。今のところは金鋭町しかないね。まあ最終的に多分カムル町行けばまた強化されたりするのかな、このマシンは。今まだ未完成だしね。それでは始めます。レッツロールバトル。これね。まあカムル町の地下ではもっとねちゃんとしたでかいマシンがあるんだけど、まあ全ての主人公もねもうやったわけなんですが。これが品田編の、こういうね、ストリートファイターみたいなやつ。多分最初の能力っていうのは、殴られた。あれ？これガードできないのかな？このガードのボタンを押したのにな。あ、一応できる。なんでだろう。最初の、スキルは多分あれだよね。ヒートゲージの強化とか、そういうもんだと思うんで。ボスね。大悟か。ボスが大悟かよ。なんか品田編のこのマシンは難しいな。今までの主人公と比べたら。ここまで来てだいぶ体力削られてるんだけど。でもボスが大悟っていうのは。これもまた面白いな。ちょっとね、時間制限もあるしね。時間内に全部倒さないと失敗になっちゃうんで。さっきの雑魚たちめっちゃ時間かかったしな。大悟、かかってこいよ。こんなところで戦えるなんて。うら。何その動き、大悟。勝利したようですね。おめでとうございます。あなた自身の能力が上がりましたね。いいデータが出ています。ヒートゲージの最大値が増加しました。また来てください。待ってますよ。ふっふっふっ。これ、また来てくださいって言われてもな。これ、能力って最初の1回目しか上がらないんじゃないかなって僕の記憶なんだけど。で、このマシン投資しないといけないんだよね。そうすると、やっぱりカムル町のマシンなのかな。今までの主人公も各都市で1回しかプレイしてないからな。まあいいや。もうあと本当にマップも綺麗になったし。これで品田編もいよいよ終わりになるのかな。寂しいね。金鋭町離れるなんて。もう一回太ももクラブに顔出そうかな。ミルクちゃんもいないと思うんだけど。まあ、あとは少し準備して、自宅に戻って、大悟と一緒に、東京に向かうか。家に帰ってきました。大悟、ずっと中にいんのかな。俺の布団の上に立ってさ。
いる？堂島くん？お、行ったな。お前。なんだよ。達夫、もう準備はいいのか？うん。行くぜ。ああ、OK だ。そうか。じゃあ行くぞ。もうやり残したことはない。ちょっと待って。ん？何？行ったそばからなんだ。本当だよな。悪いんだけど、先に下降りててもらえる？ん？なんか準備でもあんのかな？家で。またマスク。余計に目立つわ。ごめんごめん、お待たせ。もういいんだな。ああ、行こう。よし。お、新幹線ね。名古屋。ちょっとすみませんよ。新幹線の中のシーンもあるんだね。全く手持ちの金なくて。いや、あるでしょ。50万持ってる。うん。あ、いや、いい。マジで？やっぱりさ。登場会の会長になっても小銭とか持たないんだね。そんな大きい声で言うな。おい。え？アホが。やばいぞ、今の。これでも素性を隠して行動してるんだ。本当だよ。やばい。結構ヤクザってのも大変なんだな。いやでもこれ新幹線もちょっと危ないんじゃない？ん？そういう筋ももいそうだな。なんなんだこれ。ん？だから大声出すなって。うん。お、これって沢田がワイバンズ。俺はとんでもない勘違いをしていたのかもしれない。何のこと？堂島くんは先に東京行って。何？ちょっと行かなきゃならない場所があるから。結局行かないの？え、ちょ待ってよ。発車するよ。え、さっきの新聞ってこの前のムービーの藤田監督がなんかね、勇敢に差し込めないかとか言ってたやつか。お、相川さんまた来てんだけど、家にいないんだよな。手に入って。マルン、どこ行けかったんだ、あいつ。ん？お、綺麗になってんな。ボールとお金返します。お、2000万余ったお金は息子さんと娘さんのプレゼントにしてくれ。すげえ。いや、他の人がこの部屋に入ったらどうすんだよ。やり方アホだな。寂しいね。まあ、相川さんいい人だよな。本当に俺好きだわ、このキャラ。俺まだ結婚もしてねえ。そうなんだ、それも嘘なんだね。小3の娘とか小4の娘とか言ってたけど。お、バッティングセンター来てんのか。結局、え、ここでまた勝負すんの、沢田と。沢田か？これもしかして15年前と同じ会場なのかな？ぽいね。随分年取ったようだな。沢田！